今日ゆうちょ銀行や三菱 UFJ 銀行、りそな銀行などで、他の銀行宛ての振り込みができなくなるトラブルが発生しました。この影響で、三菱 UFJ 銀行を指定金融機関としている愛知県豊橋市では、児童手当を振り込む予定だったおよそ2万5000件のうち、およそ1万8000件で、まだ振り込みができていないということです。 こうした振り込みの遅れは、愛知県では一宮市、刈谷市、大口町など、三重県では松阪市、伊勢市などで起きていて、振り込みのメドは立っていないということです。